新潟市秋葉区の紅葉の名所に来ています。赤く色づいたもみじが太陽の光に照らされています。非常に風情があります。新潟市秋葉区にある中野庭記念館、1万2000坪ある庭園千景園にはおよそ130種類2000本のもみじが植えられていて、毎年県内県外から多くの見物客が訪れます。毎年来ているので今年も見に来ました。ここはほらもみじが非常にあれですね、綺麗ですよね。他のところでもみじがこれだけをたくさんあるってところはなかなかないですしね。しかし、まあ、暑さのせいかもしれないけど、全体的にあの赤みとかがその鮮やかさが少ないですよね、今年はね。色が赤くないね去年よりは赤さが、少ないかなって。毎年11月には庭園がもみじで真っ赤に染まりますが、2014年の映像と比較してみると今年は鮮やかさが少し物足りない様子。今年はやっぱり夏の暑さで葉っぱが傷んでますので、ちょっとあの物足りない部分は多々ありますね。葉っぱを見てみると、右のもみじが色づいて赤くなったもの、左側のもみじは日に焼けて枯れてしまっています。その原因を県立植物園で尋ねると、今年のやっぱり夏の影響でもう木にもですね、体力があんまりないんじゃないかなっていう、そんな気もします。やはり今年の猛暑が影響したといいます。もみじの木は葉っぱから栄養分を吸収していますが、猛暑によって木が弱ってしまったため、例年よりも多く葉っぱから栄養分を吸収。これによって葉っぱの色素が失われ、落葉も早くなっているのではないかと推察しています。普通の年だったら半分残すところをもうほとんど吸収してしまってて、それでもう葉っぱが急に老化してしまって、もう紅葉というステップを踏まないでもう落としているような、そんな感じなんでしょうかね。今年7月から9月までの3ヶ月間で35度を超える猛暑日が37日間あった秋葉区、もみじにとっても過酷な暑さだったようです。赤、黄、緑ですとか橙とか、さまざまな色の木がありますので、そういったコントラストも楽しんでいただければと思います。